キサ仮面。どうも高田純次です。今日はね、先日の、テレビロケに続いて、まあ、高田純次の外の人荒北仮面としてね、ここ関宿城をやってきました。まあ、私が高田純次であることは、ここだけの秘密です。でね、なんかとある界隈で流行っているこのここのベンチ、今日は僕がね、ここ特等席としていただいちゃおうと思います。肥やし臭い、肥やし臭い、ふぅ、ホーリーシェット。これからね、関宿城から、まあ、県境行って、で、ラキスタマンホール行っちゃおうかななんて思ってます。見つかるかな。見つかるでしょう。楽勝マンドリルです。ポン、ヘイ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 、ここは俺の席だぜ、ヘイ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 、この景色は一人だけのもの、ヘイ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 。あ、オルベア初めて見た。あ、本当ですか。今年仕込んだばっかりなんです。いいですね。2月に注文して、いや、もう半年ぐらいしか経ってないじゃないですか。いえ、注文して、入ったばっかですか。入ったばっかなんです。コロナでスペインで、みんなチャリンコ納品遅れてますかね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。やったー。リモールドグラッツェ。グラッツェ。うちは大丈夫ですか。あ、もちろんです。お名前はなんかハンドルネームかなんか。あ、な、キーニョです。ん？キーニョ。キーニョさん。はい、キーニョさんのオルベア。これ見事荒北仮面のマシンになりました。リモールドグラッツェ。ふう。関宿城でいろんな人と思い出作り記念撮影楽しみました。それじゃあ早速利根川目指していきましょうか。まっすぐですね。あ、なんかすげえバタフライ、すげえバタフライ。おだん、破壊神りっちゃん、イエス。これから150キロロングライド完走しなくちゃいけねえのに、朝練みてえにしごいてくれて、リモールドグラッツェ。荒北仮面ヘトヘトマンドリルだがな、利根川目指して頑張るぜ、イエス。うずら俺です。関宿城があるこの場所が利根川から分かれた江戸川の起点マンドリル。いやー、なんか、あ、ここ懐かしいな、懐かしい。いやー、お、ローディさん。ナイスバーイ。この先にある水門を越えるとね、江戸川の水門を越えると、これで右に行くとね、右に行くと、利根川マンドリル。利根川サイクリングロード。久しぶりだな、もうどれくらいぶり？だいぶ行ってない。2年ぐらい行ってないかな。利根川の方には、ね、全然行ってない。懐かしいな。まあ、利根川まで行くときって相当覚悟を決めなくちゃいけないからね。まあ、人生初の利根川を目指したライドはね、ママチャリで目指して、利根川の分岐点、約10キロ手前でね、パンクしちまって利根川に行けなかった。それがね、一番最初の荒北仮面の中の人の利根川を目指したライドで、2回目はね、その時にパンクした時にね、ママチャリ修理してもらったこの野田の自転車屋さんにね、言われた、こと、ね、ママチャリはロングライドするために作られていない、スポーツバイク買いなって言われて、荒北仮面マウンテンバイク買った。それで初めて買った、まあ、ルック車と呼ばれるね、マウンテンバイクではありましたがね、まあ、サスペンションがついていることによってね、相当クッション性が良くてね、楽ちんマンドレルで、人生初の利根川サイクリング成功させました。で、まあ、それから、まあ、2年後ぐらいに、まあ、フェラーリのクロスバイク、フェラーリのロゴが入ったクロスバイクで再びこの利根川を目指した時も、いやー、クロスバイク最高。マウンテンバイクはちょっとタイヤが太くて、まあ、抵抗があってね、結構疲れたけど、クロスバイクめちゃくちゃ速いな、いいな。それが荒北仮面がね、この、まあ、サイクリングを楽しむきっかけになった出来事かな。ね、利根川を目指す、まあ、家から片道75キロ、往復150キロの
サイクリングをしたことが荒木高めがね、サイクリストとしてね、目覚めたきっかけだったんじゃねえかな。いい思い出だ。みんなの思い出も聞かせてくれ。コメント欄でよろしくマンドリル。イエス。ちょうどこの辺りからね、利根沢になるんだけど、いかんせん川が見えない。利根川でかすぎてね、川が見えないんだ。この辺りが利根川サイクリングロード。ナイスビアンキー。ナイスワイク。おビアンキー。ビアンキーのりいいんじゃない。多分荒木さん見てあれと思って後ろ見て確信するんだ。どうやらさっきのビアンキノリの方、突然挨拶されてねビビっちゃったらしいね。ちょっと荒木田画面アウェイね。ここホームコースじゃねえのにちょっと行きがりすぎました、ごめんなさい。でなんか突然ねナイスビアンキノリって言われて、おおなんか仮面つけてやべえやついる初めてですかって感じだったのかな。でまあ荒木田画面知ってるか知らないかねわからないけど、ミセキタ画面あのチェレステ色のフェイスガードつけてるから、ひょっとしたらミセキタ画面のこと荒北仮面と思っちゃったかもしれませんね。やばいんじゃない。てかトネサイ、トネサイ草がすげえな、全然景色見えねえじゃん。あいつもな、いつも冬来てたからね、いつも草がなかったからちょっと いつもの雰囲気違うね。わあでも新鮮、新鮮だぜ。イエス、トネ川すげえ、全然見えねえ、川が見えねえ。そうもうそこ利根川、関宿城のとこでもう分岐になってて、こっからもう利根川、だからさっきまで表記が60度だったのが多分見ると110何キロになってるんですよ。伊香保が上流ですか。あまり利根川の主流がどっか分かってないです。あ、マジですか。温泉まで行くんですか。マジですか。もうこっから道数ですね。あ、虫。うわ、怖い。なんか謎の虫が地面を張ってる。ところどころ空気が冷たい。何これ。あ、ずっと前来た時この橋まだ完成してなかったな。何年前だったんだろう。この橋完成してたんだ。すげえ。なんかすげえな。完成してなかった橋が完成してる。これなんか思い出ですね。そこ多分鎌水100な121キロですね。123キロ。調子から123キロですね。調子犬吠埼どこだろう。でもあれだね。利根沢道幅狭いんだけど、ランナーさんとか散歩してる人あんまりいないから意外と走りやすいね。トレーニングに最適かもしれないですね。まあ、下流の人口が多いところよりも全然、まあ、トレーニング、まあ、昼間のトレーニングだったらねいいかな。まあ、夜はライトつけたら虫がいっぱい飛んできそうでね、嫌かな。昼間のトレーニングに限ると思います。あ、ここまで来たのは初めてだね。さっきの橋までが荒木田画面のここまで初めて来た最長記録だったんだけど、ここからは本当に未知数だな。未体験ゾーン、どうなってんだよくわからない。ここは止まんねえぜ。127キロ海から、
新幹線はやぶさ、はやぶさと小町。いやでもね、子供の頃から新幹線見るとね、ワクワクしてた自分を思い出したよ。てかここ左側工事してる、これはひょっとしてあれかな、道幅広くする工事。そしたらここスプリント練習に向くね。いいね、ここ江戸祭みたいに道幅広くなったらスプリント練習場になるんじゃない。いいんじゃない。これ新幹線の線路なんだ、初めて知った。すげえ、東北新幹線、東北新幹線だよな、よくわかんないけど。ナイスバイク。ナイスバイク。ママチャリだった。ママチャリだった。これでこの線路、東北新幹線の線路を越えたら、どっか左に降りるとこ探して行きたいんだけど、ちょっと待てよ、ちょっと初めてすぎてわかんねえ。海から128キロ、太平洋から128キロです。ここら辺かな、ここら辺を降ります。あそこ行けるかな。そんだけで、鷲宮神社和穂に会うために荒北仮面、今回鷲宮神社を目指しているわけですが、今回はねこの辺りでおさらはマンドレルです。それじゃあ次回和穂と荒北仮面2年ぶりにエンカウントできるのかできないのか、こうご期待マンドレル。それじゃあ次回の動画でまた会おう。あり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 、アリーベデルチ、さよならだ。荒北仮面は利根川サイクリングロードからクールに去るぜ。